マスターコーマック、どういった要件かな。船の補給に立ち寄ったら評判のいいクック船長がいると聞いてな。話せるか。うん、もちろん。何なりと。男を探している。ルイ・ジョセフ・ゴルディエ・シュバリエ・デラ・ベランドリーだ。探検家だ。聞いたことがある。名家の出だ。会う必要がある。ああ、よろしく伝えてくれ。ああ、そうだ。数日前にアンティコスティを目指して東に出航した。なるほど。だが注意した方がいいだろう。前に行ったことがある。なら幸運を祈ろう。ニューファンドランド島沿岸を調査している。また助けが必要になったらいつでも。感謝する。支部長が喜んでいるぞ、シェイ。ニューヨークでのことで。まあ、秩序が回復するのも時間の問題だな。ニューヨークに秩序は存在しない。ホープがいない。いいのか。あんたにとっては辛かっただろう。でもやるべきことをやったんだ。自分に言い聞かせてる。俺たちはニューヨークのアサシンをほぼ一掃したし、あの昭和の女があんたをやろうとしなかったわけでもない。選択の余地はなかった。俺は選んだ。テンプル騎士団と共に歩むこと。俺たちもそれを喜んでるよ、シェイ。もしそうしなきゃ、マスター剣への剣に仕留められていたかもしれないぞ。そうだな。その意気だなあ、シェイ。ホープを倒してあんた自身とニューヨークの半分を救っただけでなく、俺たちが次に取るべき道も分かったんだ。任務は至って単純だ。愚かな殺人者が新たに町を破壊するのを防ぐことだ。当たり前だな。そうだな、ギスト。無神経なことを言うつもりはないが、亡くなった彼女から学んだことは。西に向かう別の経路があるかも。アンティコスティはナンパ船で有名だ。あんな危険な海域に入る奴がいるとは思ってないだろう。愚か者とイカれた奴以外だ。氷山に気をつけろ、船長。怒りを下ろすんだ。主人が消えてから船長は怒りっぱなしだ。信用できない。
ボリガン号に戻った方がいい。しないとシェイ。議論するつもりはない。ああ、急げ。叶わないぞ。英国海軍だ。やあ。ジョージ王の兵隊が海賊を始末してくれる。俺たちには俺たちの戦いがある。ゲルンを張って挑戦しろ。撃て！いいか？え？いつでも撃てる。奴ら沈没するぞ。ギリギリの逃亡で落ち着かなかったが、求めていたものは見つけた。デラベランドリーの船の行き先は分かったのか？まだだ。しかし見つけ出す方法はある。クックに地図を解読してもらおう。ニューファンドランド島に向けて出発だな。